少しは楽しめたぜ。待って、なんだなんだよこれ、マジでどういうことなの。うわ、 CPU になりやがったよ。もうなんか台の調子悪いんだよな。まあね、今回はじゃあドクタービローを使ってみた動画ということでね、第一戦もやりたかったんですけど、ちょっとコンピューター戦になっちゃいましたね。まあウィローの技だけ見るか。これはなんか調子悪いんだよね最近。うわ、キモキモいそれマジで。多分こっちの台がおかしいんだよなこれ。ほらシェンロンメダルとか言ってるし。はい、まあいいや、まあいいや、2戦目いけるから。ドクタービローなんですけど、まあね、ちょっと最初出た時はねかなりイマイチかなって思ったんですよ。思ったんですけど結構これ強くて、アビリティがサポーターにさ、作戦決定時に毎回両チームのアタッカーが2人以上いるとき、発動してるし、アタッカーいないのに発動してるし、パワーが一番高い敵と低い仲間のパワーを入れ替える、またセントルバトル終了時、敵アタッカーの CI スピードがランダムになってガードマイナー3000いうことなので、あのね結構その妨害効果としても優れてるし、あの普通にさこのウィローをいることによって、まあ、相手のねこの今使ってロゼ3とかでパワー下げられた後にねパワー入れ替えれば相手をマイナス10万差して、こっちは相手の中で一番パワーの高いキャラクターと同じになるから、結構強くないこれ。はい、ちょっとね可能性をかなり感じている1枚ですね。はい、なので一番最初にね出た時何も感じなかったとか結構ボロクソに言いましたけど割と強いんだよねこいつね。っていう、まあまずは必殺技を見て次に行きましょうか。これはね、あれ、いやー、なんでそこで勝つのマジで、なんでこんな今日グダグダなのマジ、今日ちょっとひどいな。まあいいや、多分もう一戦ギリいけるから、ちょっと右の台でやるわ。なんかダメ、この左の台ちょっと調子悪すぎるから、ちょっと右の台行って、もう一回やってみたいと思います。なかなか面白いな。開幕ニットデッキ来たね。さあそうしたらロゼ3は切った方がいいかな。ちょっと危ないんでね1ラウンドからね。身勝手、身勝手兆しやだなあいつ。あれ違うか、あれあれなんだろう、受け流しの極意、バインダーのやつじゃないよね。あれ受け流しの極意ってさ見た目あれじゃないよね。やべえ、ド忘れしてるわ。あれなんだあれなんだ。まあいいや、さあザマスを切るか切らないかなんですけども、切った方がいいか、切った方がいいか。あ、で、ご飯が、堅実な戦法だった？まあこんな感じかな。こんな感じでいこうか。はい、リンク当てた意味なかったね。わざわざ記録回復されに行くだけっていうね。ゴジータとパワー入れ替え。ゴジータか、アバターじゃないんだ。はい、ちなみに1枚変えまして、ちょっとねドクターコーチにしてみた。はい、これね、まあ巧妙な罠持ってて、確かこのね、この世で一番強いやつっていう劇場版のキャラクターだったと思うんですよこれ2人とも、多分記憶が確かであれば。あ、なのでまあ一応ねその劇場版つながりでダブルドクターを入れて、さらにこの2人相性がいいっていうので、まずねミローでパワー入れ替えするじゃん、その後にコーチンでパワーマイナスにするとほぼ確実にパワーをゼロにできるっていう、
まあ、夢のような組み合わせですね。これなかなかいいんじゃない。さあポルンガをちょっと3ラウンドまでには当てたいんですよね。これで復活ユニットがあるか分かんないんで、まだそこが怖いね。あーてかこれさ、あのコーチにまだ切らなくてよかった。コーチにまだ切らなくてよかった。ちょっともったいないことしたな、これ。ドクターコーチンをちょっと完全に切り時ミスった感はあるけど、まあ大丈夫でしょ。今気づいたけどさ、あのドクターコーチンのさ、チャージインパクトスピードランダム効果で、まさかのね、敵全員最速っていうね。素晴らしい、これ強いね。敵全員今最速だったね。今強くない？あーミスったか。結構いいんじゃないこれ。チャージ速度をね最速にできたら強い。結構敵からしたら鬱陶しいっていう、うん、なんで？あそっか、あそうだった、ごめん、超勘違いしたそれ。じゃあこのラウンドで落とさないときついな。次戦闘力制限だもんね。それかまあ極炎でしのぐっていう方法もあるけど、あーそれか極四季紅葉、全然覚えてねえ。この悟空の性能全く覚えてない。あ思い出した、パワーガード3倍、2ラウンド目で、あまあ強いね。ただ相手ガードは戻せないから、まあ、ガードマイナスが生きてるね。だコーチンで必殺技でもう決めたい、これマジでこのラウンドで決めたい正直。いい戦闘力だ。さあこのラウンドで決めに行きたい。もう正直これは短期決戦がマジで望ましい。コーチンじゃないや、なんだっけ、ちょどっちになってるな。ウィロー、ウィロー、ウィロードクターウィローで決めに行きたいですね、はい、いやーいいね、いやいいね、めちゃくちゃ強いね。はい、いけバルタン星人、バルタンいけバルタン、おー強い、マジでダメ最近もう本当にダメ、本当にダメ、マジ申し訳ないわ、もう見せらんないわ。いや分かるでしょこの感じ、あの本当に決めないといけない場所をマジで落とすんだよね。これもパフェじゃないしさ、くっそまたイックでやるしかないのかこれ。あー多分勝ったね。あーまあテイク3いこうか。これはこれはもうでも絶対的にウィローじゃ決まんないと思うんだけど、これ今のが絶好のタイミングだったんだよね。だってこれウィローってさ、あのサポーター系のカードでしょ。いや今の決められなかったのはでかいぞ。あ今度こそもらったっしょこれ、今度こそがドクターミローの必殺技が見れそう。テイクいくつだこれ、3回、テイク3ぐらいまで来てようやく、いやー長かったですね。サポートキャラはやっぱサポーターに置くことが多いからね、やっとここまで来れました。はい、これは確定です。で、きちんとこの極炎悟空を下げてるので、これの超アビリティで倒しきるということがないという、ね、状況で、はい、さらに、まあ、さっきのラウンドで一応ダブルでねとどめさせたんだけど、それもやらないでね、うん、
これでテクニカルポイントもさ増えるから、まあ一石二鳥ってで、大丈夫だよね。エリート連携、悟空ハーツになるから大丈夫だね。完璧です。どんな技なんだろう。マジで初めて見る。これサテライトレーザー、サテライトレーザーこんなやつじゃね。ひらうがいいみたいな、ビロロロロロみたいな。意外とこういうのが係数高かったりするからね。はい、ちなみにハーツでガード無効です。さらに一番ダメージの与えられるところを攻撃。さあこの上ない展開、結構火力出そうですけど、はい、カウンターラッシュとかもねないので、もうきっちりと、はい、サテライトレーザーを見ることができる。意外と強そうなんだよな。こういうキャラに限ってね、こうゴアスみたいに係数が高かったりするっていうね。おお、かっこいい。何気にかっこいい。あー強い。おお、かっこいい。何気にかっこいい。あー強い。ベジットを倒す。ベジットを倒す科学者。さあどんな感じ。おお、おお、お、お、かっこいいじゃん。おー、おー、お、お、かっこいいじゃん。初めて見た、かっこいいじゃん。え、もっとすごいと思ってた。暗いピロロロロロじゃないんだ。はい、ということで、いや今回良かったですね。ドクタービーローの必殺技意外とかっこいいっていうことが判明しました。なんだろう、最後のカットインとかもねちゃんと凝ってるし、まあ使い回しでもなかったので今回ね結構大満足です、ね、はい、いうことでね、これ頭脳による支配が結構強いので、皆さんこれね、あの1万円ぐらいじゃあ連呼してこれしか出なかったって人でもぜひね参考にしてみてください。はい、これちゃんと強いので、はい、でラッシュでもねパワーガード5000吸収とか持ってるから、なかなかいいカードなんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで他のビッグバンミッション10段最新動画の方もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。